はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、スクラッチお宝くじ。さっきね、3万円は特に関係ありません。早速開けてみましょう。ほい、おー、これは楽しそう。これ100個入りです。この中にお菓子とスクラッチのくじが入ってます。で、スクラッチを削ってこの絵柄が出ると各お金がもらえるわけですよ。招き猫が当たると100円、だるまさんだと50円、これ宝箱みたいなのだと20円、小判が当たると10円ということですね。で、ここに書いてますが、上の4つ以外の絵は外れです。で、これからスクラッチやりたいんですが、まずはちょっと分かりにくいと思うので1個試しにやってみましょう。まあ、これにしましょうか。はい、なんかミントみたいなお菓子ですね。お菓子を食べるとこう下にね、何か入ってますね。はい、こちらがミニスクラッチですね。で、これを全部削って先ほどの絵柄のどれかが出れば当たりということです。これ楽しいな。よし、はい、は？あー、ダメですね、これリンゴ。あー、足跡。あー、なるほどね。まあ、これは外れってことですね。はい、今みたいな感じで、まあ今日やるんですけれど、まあ何回かね、こういうくじはやってるんですが、もうね、もはやギャンブル TV みたいになってきましたけど、ちょっとあかんね、これね。ということで、今回のルールは、10回引いて、招き猫当てたいね。招き猫1枚当てれば100円当たりますから、頑張ります。よーし、じゃあ10回いきまーす。ちょっとこう、混ぜよう。はい、じゃあ1回目、さっと取ります。はい、これ。ほい。よし。カモン。オーマイグッドネス。はい、2回目、これだ。よーし、これ招き猫かだるま。あ、お、あ、出た、これ、これ当たったよね。出ましたよ。え、2回目だよね、今2回目で10円当たった。やったー。はい、隣は当たんないよね。三つ目はこれにしましょう。よし、はい。ぬぬ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 ぬ
奥の方が。よし、これで。よし、くっ、うー、こい、こい、こない。困った顔した大根だ。大根解明いきます。はい、よし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 、こい。6回目、これにしよう。よし、真ん中から削りましょう。ほい、あー、ふっ、あー、ほい、うー、やっぱそう甘くはないね。あえて上からいきます。ほい、ほい、指と骸骨と足跡です。じゃあ8回目いきます。一番端からいこう。これでさあ、来い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 、と、おこれが来るとは思わなかったけど、だるまさん、だるまさんですよ。8回目だよね。8回目にしてだるまさんが当たった。なんとですね、だるまさん、100本中2本しか入ってません。すごい確率だこれは。よし、9回目いきましょう。ほーっ、ほーっ、ほいほい、はい、ラスト1回。悩んで悩んで、これゴー。はい、ということで今回、10回引いてなんと2枚も当たってしまいました。いや、数々くじはやってるんですけど、本当にね、結構高な確率で当ててる気がしますね。まあ実際に金額にしたら60円なんで、まあ大したもないんですけど、それでも嬉しいよこれは。確率で言ったらすごいと思いますこれ。お菓子ですよ、うん、あ、ラムネみたいなね。あ、ちょっとスーッとする感じね、うん、いや、それにしてもね、ゲームのガチャとかこういうくじね、結構僕当てるんですよ。そう考えるとね、本当の宝くじ買った方がいいんじゃないかっていう気がしてきますね。いや、それにしてもくじは夢があっていいですね。
昨夜ね、ツイッターに載せた情報なんですが、体調もね、あんまりまだ万全ではなかったんですけれど、ふらっとね、気分転換に札幌に行ってきました。まあ、リフレッシュも兼ねてね。で、札幌に行った時はね、必ず僕ね、ラーメンをできるだけ食べたいっていう、こういう目標があるんですよ。で、今回ね、時間もなかったんですが、4店舗ぐらい行きました。てつや、それからすみれ、あとは代々屋っていうところも行きましたね。あと4つ目がラーメン空。まあ、てつやすみれはね、かなり定番的なお店だと思うんですけれど、他にもね、本当はいっぱい行きたいとこあるんですよ。サイミっていう店とかね、気になってるのは、あとケセラセラ気にはなってるんですけど、ちょっと時間の関係でね、行けなくて、いつか行きたいなと思ってます。東京のラーメンももちろん美味しいんですよ。豚骨醤油ね、美味しいんですけれど、やっぱりね、札幌味噌は美味しいと思います。熱々なんだよね、ラードが張ってて熱々。そして独特の黄色い縮れ麺ね、美味しいんですよ。はい、ということでね、やっぱり寒い季節、皆さんもぜひラーメン食べてください。それではまた次回の正金 TV でお会いしましょう。 See you next time!